を伺っていただくんで本当にやりいいんで、我がふるさとの新宿末広になればこそでございます。上野鶴本はダメや、あそこは田舎から団体でバスで参ります。で、動物園を見て鶴本へ来る。だからお客様みんなこんな顔してもう本当にもう大変でございまして、ちいちゃいお子さんが動物園でキャラメルやチョコレートやっちゃうから、みんな動物が虫歯になって、カバなんかそういればらそうでございます。虫歯にならないのが2匹いる。なんだって聞いたら、ペンギンとライオンっつった。奥様お分かりになりませんですか。ペンギンはサンスター歯磨きの看板だって言われるんですが、いずれの御時にか、いやーじゃありません、本当は、日本行為あまた、なんか随分新聞社の方がいらっしゃって、あの 教会の分裂騒動じゃないんですから、もうあれは終わったんですから、あ、会社ダメですよ、その方ちょっとこっちからこっち笑いが少ないですが、こちら重点的にやりますから、こっちからこっち休めって言うんで、そういうことばっかりやっちゃいけない。今度病気が治った後には何か新しいことやんなきゃならない。さっきコンペが申し上げました通り、私は訳を実を言うと1月16日の晩、その翌日が1月17日、大関もみじ先生がお書きになりました。あの金色夜叉のことを金色夜股って呼んだ人、熱海のことを熱海って呼んだら、うちの娘で伊豆地方のことを今目地方と呼んだ。だいぶやりやすくなりましたけど、本当にそれで16日の晩に倒れましてね、これは驚いたのなんの、家内が大変心配いたしまして、定心病院がいいだろうって飯田橋のあそこ知ってる島中先生、林先生という名医がおりますが、その定心病院名前が良くないんですな。新聞社の方は精神病院と間違える。本当なんと思いますよ。3番目が遠距、これは私の弟でしたからしょうがない。それから4番目が男子、戦う男子、さっき玄海さんが言ったでしょ、あれ悪いやつなんだ、あれは四天王で、私はその上なんですから、奴らが四天王なら私はつけ麺だよという。私は病院で寝てると差し入れで「源氏物語」っていう本を届けて、絵本で書いてありました。そうするともう夢枕で新庄師匠がお立ちになってね、さんちゃんって言うから、あっこれ夢枕だ、三途の川のところで新庄師匠出てくる。師匠ったら、さんちゃんお前さんなんだよ、病気になってダメだよ、だらしないよ、どっこのくせに。えお前は芸について悩むことないんだよ、お前さんの芸というものは報いのおけつの中に飲みが入ってるみたいで、何やんだわけわかんないけん。師匠、そんなこと言わないでお供しますったら、桃太郎じゃないや。師匠連れてってから言ったら、ダメだよ、お前さんの芸じゃまだ名道名人会は出られないよ。こっちは顔がメンバー揃ってんだから、こっちは、え、あの文楽師匠はいらっしゃる、黒門町の師匠はいらっしゃるし、仙台金馬師匠はいるしね、それから炎章師匠は間もなくいらっしゃるし、お前さん鈴本お帰り、はい、パッて目が覚めたら、私はもう気がついて助かったと、こういうわけで情けなかったですな、私はここへ返されちゃったんで。それで今 やっていられるんです、怪奇興行祝いってプログラム書いたんですよ、あの怪奇興行祝いって、心よい病気が治ったから、それをこちらの富田さんという方間違えてね、階段の階と鬼人の木を書いちゃったんですよ。いや私お化けやんなきゃね。源氏物語をもうね、字が元だから源氏物語。看護婦さんが全部女なんですから、源氏54条って54人これが出てくるの、看護師さん、定心病院の看護師さんって54人いますよ、あそこは。で、あのね、あの看護師さんの制服を12人に着せればいいんですから、歌も違ってきます、看護師さん。花も嵐も組み越えっていうのが、これは
あの平安町の歌、ジャン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 ね、ジャンジャン春頃の花の、あ、これは源平時代だ、これは。で、源氏物語はあの大変なんですよ。あの書いた女の作者が、紫式部という方で、それであの英語で言うと紫はバイオレット、式部はシーツね、バイオレットシーツという方で、私なんか大変ですよ。あの林家三平は英語で言うと林のうちがジャングルハウス、三平だからスリーガスとこういう。あ、夜はやりづら、昼間はダメ、こんなこと言ってもわからない。昼間のお客様こういうこと言っても、ああこれ丸めて客席から人ぶつけるこっち避けながらやれんけど、ほんと大変なんで。全然で、私は夢の中で光る源氏になっちゃうと看護婦さんが見舞いに来る。これが看護婦長の宮というのはね、女三の宮なんていうのは来ないで、源氏物語は女三の宮、いつの名前が花散る里、紫の上、霧壺、藤壺、炭壺、タコ壺僕が寝ていると府庁の宮は面会ですよ。お盆の上なんか乗っけて、マロに面会は誰じゃ、府庁の宮でございまする。愛を打ち明けるのか、いえ、お尻のガーゼの交換の時間。ビリビリ。あの ガーゼ剥がす時一番痛いですな、旦那。イボジですか。ねえ、なんですよ。それで3月30日退院で、私はもう本当あの温泉がいいって言うんで伊豆へ流されて、頼朝と同じうちのこれが北条政子という大変な香川 で伊豆へ流されたんで、地にいい温泉があるんですよ、修善寺という。いずれの本時にか、ね、大変尿行為、まあいろいろ分かんないですけど、54人女の人がいて、今日は何やり、不正妻花やりましょうか、不正妻花。いいんちゃうかな。雪の降った晩に源氏の君が不正妻花の館へ行くと、不正妻花をピュッと見ると源氏に恋焦がれてるもんですから、源氏のセーターかなんか編んでるわけですよ。歌なんか歌いながらね、あなた変わりはないですか、日ごと寒さが募ります、着てはもらえぬセーターを寒さこらえて編んでます、なんて言うと、もう本当寒いですからね、平安町は。京都は寒かったそうですよ。例えば去年の冬、旦那様の前ですけど、北海道行って寒いんで驚いちゃった。私は北海道行ってました奥さん、あの涙なんか流せません、表出て涙流れない、ポキッと束になって固まっちゃう鼻なんかペビーなんて出すとつららになって、つららだから向こうの方は鼻をかむと言わない、もぎるというの、ポキンポキン旦那なんか表行って、あのトイレなんか行ってお浄水なんかするとチェーってやって凍っちゃった、つらるなって後が使えて出なくなっちゃうの。向こうのトイレには紙は置いてない、トンカチが置いてた、トンカチまた凍っちゃうの。あの遠距離なんか慌てもんだから、あいつは真ん中引っ張られて目回した。女の方はあのトンカチはダメなんですよ、釘抜きは置いたの、釘抜きは。
源氏物だって早くやれ、上がれ。すれつま花。じゃん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 。忍び合いてもしやそれとも分かりました。雲が暮れにし夜の月かな。雪の光を頼り、昔の人は風流ですな、雪の光を。それで蛍の光を集めて勉強し、芸説時代というオーブン車が英語の予備校が一番儲かるの、くせまゼニナールというくらい。だからもう季節の花やなんかはビフテキやなんか食べないから痩せてたそうですよ、随分。だから今の奥様方やなんか栄養がついてもう肉体が素晴らしい。昔の平安町はダメ、奥様なんかあのうちの裏のうなぎ屋、うなぎも栄養がありますからね。うなぎ屋の前、今年の夏日本語の前外国の方が通りかかったって話知らないでしょ。いらっしゃい、うなぎ屋さん。このかば焼き、これ日本料理、外国料理。いや、あんたこれ洋食だよって話。うちの裏の奥さんが今年の夏冷蔵庫買ったって話知らないでしょ。冷蔵庫屋さん、カタログ見て買ったら、カタログとうちの冷蔵庫違うわね。同じですよ。違うわよ、同じですよ。違うわよ。うちの冷蔵庫はカタログのようにハムやソーセージが入ってないじゃないの。あのうちのあのうぐいさんのほら駅前ラーメン屋さんが3軒同時に開店したって話知らないでしょ。看板でしょ、こっちのラーメン屋が日本一おいしいラーメン、こっちのラーメン屋が世界一おいしいラーメン。まんでこの親父困っちゃって翌朝入り口はこちらって看板出した。Look out of my window, all I ever see is cloudy gray.